今回はどんな生物について解説してくれるんだ？今回はアリオラムスについて解説していきます。アリオラムスは、中世大白亜紀後期の末期にあたるマーストンリヒチアン期に、トンウジのアジア大陸の中核地域に生息していた。有番目獣脚亜目ティラノサウルス科に分類される肉食恐竜である。化石はモンゴルのゴビ砂漠から産出している。体長は？クルザーノフが1976年に最初に記載した際、アリオラメートルスは全長5から6メートルと推定された。しかし、クルザーノフはこの個体の化石化の間に変形でトンウ骨が伸びたことを補正しなかった。この標本が幼体であれば成体のアリオラムスはさらに全長が大きくなるが、成体と断定された標本は知られていない。アリオラムスのトンウ骨は約45センチメートルである。一般にトンウ骨は長く縦に薄く、巨大なティラノサウルス科の幼体や基盤的ティラノサウルス上科に典型的である。アリオラムスの鼻先先端の前上顎骨は発見されていないが、前上顎骨が発見されているティラノサウルス上科では縦よりも横に広がっている。分類は？古生物学者は長い間アリオラムスをティラノサウルス上科に分類していたが、何年もの間化石が乏しかったため、正確な分類はアリオラムスが発見されるまで行われなかった。2003年に発表された系統解析では、ティラノサウルスやタルボサウルス及びダスプレトサウルスが分類されるティラノサウルスかティラノサウルス亜科に分類された。2004年の研究でもこの結果は支持されたが、幼体の特徴がティラノサウルス上科の基盤的な位置を示唆しているとして、アリオラムスがティラノサウルス科の外に位置づけられる可能性も同様に指摘された。標本が断片的であるためアリオラムスを完全に除外した研究もある。アリオラムスアルタイが2009年に発見され、ティラノサウルス亜科への位置づけが確定した。特徴は？アリオラムスは、長い口吻、繊細な作りの頭蓋骨、やや小さな口筋の付着部位、そして眼下周辺に衝撃を緩和する構造がなかった。そのため仮に採取、例えばティラノサウルスやダスプレトサウルスのような、強靭な顎をしぶきに据えた突進戦術を取ったとは考えづらく。おそらくこれがタルボサウルスとの食い分けの鍵であったと思われる。化石はアリオラムスのものではない？アリオラムスの化石は大型の肉食恐竜の子供の化石であったとする説があり、同じモンゴルで大型の肉食恐竜であるタルボサウルスの化石が発見されていることから、この説を仮に事実とした場合にはアリオラムスの化石はタルボサウルスの子供の化石ではないかと言われています。終わり。